ジョセフ・グリマルディ・ジョセフ・グリマルディは、イギリスの俳優、コメディアン、ダンサーであり、摂政時代に、イギリスで、最も人気がある、エンタテイナーとなった。1800年代初期、イギリスのパントマイムの一部をなすハーレクインものの、同家の役を発展させ、特にドルーリー・レーンの王立劇場や、サドラーズ・ウェルズとコベント・ガーデンの舞台で演じた。 ロンドンの喜劇界で大きな存在になったので、ハーレクインものの道家は上位と呼ばれるようになった。これはグリマルディのニックネームであり、また顔を白く塗った化粧のデザインでもあった。現在でも道家といえばこの化粧が使われている。さあ、また来たぞ。というようなキャッチフレーズを創出し、それが現代のパントマイムでも使われ続けている。グリマルディは ロンドンでエンタテナーの父の息子として生まれ、子供の時に演技を始め、1780年にドルーリー・イレーンで舞台デビューした。翌年、サドラーズウェルズ劇場で成功した。その最初の主要な役は1781年のパントマイム、浮かれ騒ぎの勝利あるいはハーレクイーンの結婚のリトル・クラウンであり、父と共に始めた。短期間学校に通った後、 様々な低予算の出し物に登場し、引っ張りだ、この子役になった。1794年のバレンタインとオルソンや1796年のタリスマン、あるいはハーレクイーンが幸せを作ったでは主役を演じ、特にタリスマンで世間に広く認知されるようになった。1790年代の終わり近く、ロビンソン・クルーソーのパントマイム版に出演し、 パントマイムの重要な演者としての信任を得た。その後も多くの出し物に出演したが、ドルーリー・レーンでの経歴が荒れ模様となり、1806年にはこの劇場を離れた。新たにコベントガーデンの舞台で同年末にハーレ・クイーン、あるいはマザー・グースに出演し、これがおそらく同家として最良の演技になった。コベントガーデンとサドラーズ・ウェルズの舞台で同時に出演して、 ロンドンで一流の同お及びエンタテナーとなり、両劇場で多くの成功を収めた。ロンドンでの人気がイングランド中の地方劇場からのおよびにつながり、思い通りに出演料を請求できた。サドラーズウェルズ劇場との付き合いは1820年に終わった。これは主に劇場の管理者との関係が悪化したためだった。長年精力的に同居を演じている間に、 多くの怪我もしており、その健康も急速に衰え、1823年には引退した。その後の数年間は時折舞台に上がったが、その悪化する体調、機能のために演技は限られたものになった。晩年には、比較的ひっそりと暮らし、気持ちが落ち込み、貧しいアルコール中毒者となった。妻や息子で役者のジョセフ・サミュエルにも先立たれた後、 58歳の1837年にイズリントンの自宅で死んだ。1815年のクレアマーケットのスラム街、トマス・ホスマー・シェパードがグリマルディはロンドンのクレアマーケットでダンサーと喜劇役者の家に生まれた。曽祖,祖父はジョン・バティスト・グリマルディであり、職業は司会、アマチュアの芸人として1730年代にイタリアからイングランドに移ってきていた。 ジョン・リッチのハーレ・クイーンの相手役、パンタロンを演じていた。その息子で、グリマルディの祖父ジョバンニ・バッティスタ・グリマルディは、若い時から芸人となり、生涯の多くをイタリアとフランスで過ごした。電気作家アンドリュー・マコーネル・ストットによれば、祖父はスキャンダルを呼ぶ演技を行った結果として、パリのバスティーユ・牢獄に拘束された。釈放された後、1742年に、ロンドンに移動し、 父のジョン・バティストから、ジョン・リッチに紹介された。しかし、リッチを騙した後で、ヨーロッパ大陸に逃亡し、その後に死んだ。グリマルディの父ジュセッペ・グリマルディは、俳優かつダンサーであり、1760年頃に、ロンドンに移った。ロンドンで最初に登場したのは、キングス劇場だった。後にデイビッド・ガーリックと契約して、ドルーリー・レーンの王立劇場で、 パントマイムのパンタロン役を演じて、喝采を博し、その後はバレーマスターとなった。グリマルディの母レベッカ・ブルーカーは1764年にホーボーオンで生まれた。1773年にダンサー及び演説者として、ジュセッペがリマルディに支持し、それから間もなく愛人となった。この時レベッカは14歳に満たず、ジュセッペは60歳くらいだった。 グリマルディの父は常に女たらしであり、3人の女性との間に少なくとも10人の子供を設けた。1778年、その愛人であるレベッカとアンペリーのそれぞれが住むロンドンの家を行き来していた。この年に2人とも出産し、ペリーはヘンリエッタという女の子を、レベッカがジョセフを産んだ。ジュセッペは初めての男の子の誕生に大喜びしたが、 レベッカとはあまり時間を過ごさずに、ペリーのところに入り浸っていた。おそらく他にも愛人がいた可能性がある。レベッカは、ロンドンの西にあるスラム街、クレアマーケットで、最初の数年間は一人で、ジョセフを育てた。1780年頃、レベッカは二人目の男の子ジョンバティストを出産した。ジュセッペは、俳優一家を作り上げることを絶望してペリーと、娘の家を離れ、 レベッカと二人の息子を配方法のリトル・ラッセル通りに移した。ジュセッペは鬼人であり自制できない挙動をすることも多く、しつけには厳しく、自分の命令に従わない子供たちを殴ることも多かった。死の魅力がジュセッペの晩年を消耗させた。子供たちの反応を見るためにその前で死んだふりをすることもあり、生きたまま埋葬されるのが怖かったので長女のメアリーには、 死後に自分の首を落とすよう求め、その分メアリーの相続遺産を5ポンド高くしていた。ジュセッペ・グリマルディの風刺が1788年、グリマルディは2歳の時からハーレクインものの役柄を演じることについて父の教えを受けた。ジョセフと弟のジョン・バティストはどちらも演技の才能があることを示していたが、ジョセフはロンドンの舞台で育てられた。 1780年遅くに、サドラーズウェルズ劇場で舞台デビューを果たしたが、この時ジュセッペはジョセフに、舞台で最初のお辞儀と最初のデングリ返しをやらせた。1781年4月16日、ドルーリー・レーンのマネージャー、リチャード・ブリンズリー・シェリダンが、パントマイムの銀眼の魔法使い、あるいはハーレクインの釈放で、ジュセッペとジョセフの両方に役をつけた。シェリダンは、 ドルーリー・レーンのエキストラとして、ジョセフを含む多くの子役を雇っていた。1781年のボクシングデー、ジョセフはドルーリー・レーンで、パントマイムの浮かれ騒ぎの勝利あるいはハーレクイーンの結婚で、リトル・クラウンの役を演じた。これは、ジョセフ個人にとって成功であり、このパントマイムは1782年3月まで延長公演を続けた。その演技の結果として、 経営側から次の仕事を提案され、ドルーリー・レーンでは一人前の子役になった。これと同時期にサドラーズ・ウェルズでも多くの公演で役をもらっていたが、猿、公に妖精、悪魔など早役が多かった。ドルーリー・レーンの工業シーズンは例年9月から晩春までであり、サドラーズ・ウェルズは4月15日から10月第2週までだった。 これら二つの劇場は似たような演目を上演していたが、監修は異なる層にアピールしていた。ドルーリー・レーンは富裕層を相手にし、サドラーズ・ウェルズは仮殺な労働者階級が客だった。ジョセフの演劇歴は景気が良かったが、ジュセッペは彼をパトニーの寄宿学校であるフォード夫人の学校に入学させた。この学校は芸人の指定を教育していた。ジョセフは、 読み書きでは苦闘したが、芸術では才能を見せた。ハーバードシアターコレクションに残っているいくらかの絵から、それを読み取ることができる。サドラーアズウェルズで、ピットにデビューするジョー、ディケンズの、グリマルディの記憶のために、ジョージ・クリューク・シャンクが描いた、サシエ・グリマルディ家は、ロンドン演劇界での成功により、クレアマーケットやホーボーオンに住む労働者階級の、 家庭と比べて豊かな生活を送ることができた。ジョセフが6歳になる時までに、新聞から著名な舞台俳優と認められ、ガゼッティアの批評家は、グリマルディの幼い息子が驚くべきやり方で演技しているとコメントしていた。ある夜、ジョセフは猿の役を演じており、父がその腰に鎖をつけて舞台に上がった。ジュセッペは頭の上でその幼い息子を、 最大の速さで振り回し、その時鎖が切れて幼い息子をオーケストラピットに振り落とした。1789年からは弟たちと共に三人の若いグリマルディと題する劇に出るようになった。ジョセフの父は長年健康を害しており、1788年に不守のために死んだ。その結果、9歳のジョセフグリマルディが一家の稼ぎ頭になった。 シェリダンはドルーリー・レーンで週1ポンドという平均以上の賃金を払い、その母にもダンサーとしてドルーリー・レーンで働けるようにした。しかし、サドラーズウェルズの経営者はそれほど支援的ではなく、グリマルディの週給を15シリングから3シリングに下げ、その後の3年間はそのままだった。ジュゼッペの収入がなくなり、ジョセフ・グリマルディの夏の稼ぎが少なくなったことで、 ホルボーンの家を維持できなくなった。一家は、セントジャイルズのスラム街に移り、クレートワイルド通りの毛皮職人の家に下宿した。弟のジョン・バティストは9歳の1788年に、身元を偽って、フリゲート艦の客室係となる契約に署名したが、これは違法だった。フリマルディが、その後弟に会ったのは一回きりとなった。有名な道家、上位の紛争をした。 グリマルディ1788年、ドルーリー・レーンでは、ジョン・フィリップ・ケンブルが、支配人となり、シェリダンは、主席財務官に昇進した。シェリダンは、ケンブルの制作した劇でしばしば、グリマルディを、早くで雇い、また同時に、サドラーズ・ウェルズで働くことも認め続けていた。グリマルディは、舞台装置のデザインと制作に興味を持ち、その制作を助けることも多かった。 その後の2年間で演じた者は、父が管理していた時ほどの成功をもたらさなかった。ロンドン演劇界で同家という卓越した役割は、融通が効く、フランス人、ジャンバティスト・ディボアに移っていた。ディボアはアクロバットができ、馬に乗れ、歌を歌え、怪力男だった。グリマルディは、ディボアの助子として働いたが、後の人生でこのフランス人の弟子であったことは、否定していた。 1791年、ドルーリー・レーン劇場が解体され、グリマルディは、ヘイマーケット劇場に貸し出された。そこでは、テノール歌手、マイケル・ケリーの主演したオペラ、サイモンに短期間出演した。1794年4月21日、新しいドルーリー・レーン劇場がオープンし、15歳になっていた、グリマルディは、そこの主要な子役として、演技を再開した。同年、 バレンタインとオルソンの小人役で、父の死後では、初の主要な役を演じた。2年後の1796年、サドラーズウェルズで、トマス・ジョン・レイブデンのクリスマスパントマイム、タリスマン、あるいはハーレクイーンが幸せを作ったではハグ・モラドの役を演じた。このパントマイムが成功し、グリマルリは、劇賞を受けた。ドルーリー・レーンの経営陣は、その成功に乗じることに熱心であり、 その年後半にはパリのヒット作ルドイスカをケンブルがロンドンの演劇に本案したものにグリーマルディが役をもらった。グリーマルディはアクロバットの動きと盾を必要とする役割のカマシンを演じた。それらの技能は子供の時に教わっていた。ドルーリー・レーンでの1796年のクリスマスパントマイムロビンソン・クルーソーではピエロの役を演じ、 広く賞賛を勝ち得た。グリマルディは1796年に、後の妻、マリア・ヒューズと出会った。サドラーズウェルズ劇場の経営者、リチャード・ヒューズの長女であり、グリマルディの母レベッカから紹介され、間もなく、ロマンスが花開いた。二人は1799年5月11日に、結婚し、ペントンビルのペントン通り37に移転した。その年、後半、 スカーボローへの旅で、田舎者として、また、妻を支配し妻を持つの女中役などに連続して出演した。これらの出し物で、グリマルディが演じた役は鬼人であり、通常は低俗喜劇役者に当たられていた。それにもかかわらず、その役作りを称賛され、ドルーリー・レーンの昇進正明正大人の役をこなすものと認められたので、権威あるドルーリー・レーン劇場基金のメンバーになる資格を、 与えられた。サドラーズウェルズ劇場の内装、1809年1798年、ドルーリー・レーンは毎年上演して、伝統のあったクリスマスパントマイムを中止したので、グリマルディはこの祭りの期間に、よそで働く場所を見つけなければならなかった。翌年、岐阜の援助もあり、サドラーズウェルズで、チャールズ・デーブでのイースター演目、ピーター・ウィルキンス、 あるいは空飛ぶ世界で主役を演じ成功を収めた。ドルーリー・レーンでは、リチャード・カンバーランドによる、運命の車の主官役、インド人のユダヤ人行商人役、ロビンソン・クルーソーの同系役、さらにジョン・フィリップ・ケンブルと共に、ハムレットの第二、墓堀人役で主役を演じた。1799年のクリスマスシーズンが近づき、ピーター・ウィルキンスの成功がまだ演劇界の話題に、 残っている時、ケンブルは3年ぶりに、ドルーリー・レーンでパントマイムを上演することを決めた。グリマルディを主たる同系のパンチとして、ハーレクインの魔よけモナの魔法が上演された。このパントマイムは、大成功となり、33公演継続し、翌年のドルーリー・レーンで、イースターでも2回目のシーズンが行われた。その結果、グリマルディは、ロンドンの同系役者として第一人者に認められた。 この時、さあ、また来たぞ。というキャッチフレーズを喪失し、それが、現代のパントマイムでも使われ続けている。私がやるのというチャメっケのあるキャッチフレーズでも知られ、監修が、そうだ。と反応するようになった。ドルーリー・レーンで、ハーレクインの魔ケけナの魔法のイースター公演が終わると、サドラーズウェルズ1800年夏シーズンに戻った。 グリマルディとデューボワは共に、デーブ・ディンのハーレ・クインの新郎あるいはマザー・シプトンの幽霊に出演した。デューボワがピエロの役を演じ、グリマルディが同家の役を演じた。グリマルディの母も肉屋の妻の役で出演した。その年の後半にはやはり、デーブ・ディンの偉大な悪魔に出演した。1800年10月18日、妻のマリアが死産となり、マリアも死んだ。 この悲しみに対処するために一番にサドラーズウェルズとドルーリー・レーンの両方で二つの演目に出演することも多かった。翌春、偉大な悪魔公演が続いている時に舞台で自ら墓穴を掘って怪我をし、5週間もベッドに拘束された。母は息子の脆弱で悲しみに打ちひしがれた様子を大変心配するようになり、ドルーリー・レーンのダンサー、 メアリー・ブリストーを雇って療養中の面倒を見させた。この二人が密接な友情で結ばれ、愛情関係に発展した。1801年12月24日に結婚した。同契約のグリマルディ独自のデザインによる化粧グリマルディはドルーリー・レーンでケンブルと仲違いした後に解任され、近くにあるコベントガーデン劇場に出演するようになった。 エクセターにある岐阜の劇場とも契約した。ドルーリー・レーンでは1801年のクリスマスも1802年のイースターもマントマイム公演がなく、ケンブルは劇場に来る観客数が減ったことに気づいた。グリマルディは1801年のケントのロチェスターをはじめとして地方劇場で出演するようになった。1802年3月、ケントに戻ってパントマイムを演じ、 二日間で三百ポンドを稼いだ。ドルーリー・レーンからの解任は短期間で終わり、数ヶ月後には、ハーレクインの魔よけモラの魔法の再演で復帰した。サドラーズウェルズは1801年シーズン末に、改修のために閉鎖され、1802年4月19日に、再開された。グリマルディは、イースターパントマイムに、主役で復帰し、この時に、 上位と呼ばれて思い出される同家の紛争をデザインした。顔、首、胸を真っ白に塗りたくった後に、頬に三角形。そのデザインは現代でも多くの同家役が使っている。グリマルディの電気作者アンドリュー・マコーネル・ストットによれば、1800年代で最大級に重要な劇場デザインだった。1802年後半、デュボアがサドラーズ・ウェルズの劇団を離れ、 グリマルディが唯一の同契約になった。グリマルディはセントジョージ、イングランドのチャンピオンでは友人のジャック・ボローニャの相手役で出演した。この後にコート像、美しい野蛮人が続いた。タイムズの批評家は主役二人が共に死ぬシーンが本当に感動的だったと記した。ボローニャとグリマルディの舞台での共演は この頃のイギリス演劇界で最も人気ある組み合わせとなった。モーニングクロニクル紙は、ハーレクインの他の演劇と比べて、他に並ぶもののないと考えた。1802年11月21日、妻のメアリーが一人っ子となるジョセフ・サミュエルを出産し、JS と呼ぶようになった。グリマルディは息子が18ヶ月の時から、ドルーリー・イレーンとサドラーズ・ウェルズの一種異様な雰囲気の、 中に登場させた。息子が舞台に立つことに熱心ではあったが、教育を受けさせるのも重要と考え、フォード氏のアカデミーに入学させた。グリマルディと息子の JS、JS にはまだパントマイムは簡単な経験しかなかった。グリマルディは1802年遅くに、ドルーリー・レーンに戻り、青髭に出演し、続いてクリスマスパントマイム、愛と魔法に出た。1803年、 サドラーズウェルズとの契約がさらに3年間延長された。赤ず金の盗賊ルーフォー、新しい放棄のジョンブル卿、スザンナ・セントリーブルの妻に対する大胆な一撃では、アミナダブとして出演した。ナポレオン戦争が始まり、サドラーズウェルズとドルーリー・レーンの新経営者は、笑いに救済を求める監修を、グリマルディが満足させられると見ていた。1804年1月3日、 ドルーリー・レーンで、シンデレラ、あるいは小さなガラスのスリッパが上演された。グリマルディは、シンデレラの姉妹の重木ペドロの役を演じた。この演目は、マイケル・ケリーの音楽もあって、劇場にとって大成功となったが、グリマルディと批評家たちは、劇場が彼の才能を十分に使っていないこと、その役柄はミスキャストであることを心配するようになった。1805年。 サドラーズウェルズのシーズンはインスターに始まり、グリマルディとジャック・ボローニャは成功の時期を享受することができた。ドルーリー・レーンはオペラ、ロドイスカを興行し、グリマルディとその母や妻がすべて出演した。その後ドルーリー・レーンで、急遽、ジョン・トービンの劇、ハネムーンの振り付けをするよう求められた。グリマルディは、その興行が続く間の給与を増額し、 新しい振付師が見つかるまでではないという条件を受け入れた。ドルーリー・イレーンの経営陣はグリマルディに週休日本度を付加して払うことを認めた。その役割が数週間続いた後で、経営層は新しくジェームズ・デグビルをバレーマスターに指名した。デグビルが最初に振付を担当したのはテルプシコレの機関であり、グリマルディはパンの役割を演じ、 それまでの最良の役回りだと考えた。同年10月、劇場はグリマルディの給与を減額した。テルプシコレの期間が平年になった時に約束されていた追加の日本度が減らされたので、グリマルディはトマス・デーブリンに助言を求めた。デーブリンはドルーリー・レーンを去り、近くのコベントガーデン劇場に移るよう忠告した。グリマルディはコベントガーデン劇場の支配人。 トマス・ハリスに手紙を書き、クリスマス・パントマイムに出演することを説得しようとした。ハリスはすでにその公演を支持しており、チャールズ・デーブ・ディンとチャールズ・ファーリーを劇作者に雇っていた。グリマルディはハリスに会い、契約を結んだ。しかし、この劇場に参加する前に、ドルーリー・イレーンとの契約を果たさなければならず、ハーレクインのロバタに出演したが、評価は悪かった。 再建されたコベントガーデン劇場、1828年、後にロイヤルオペラハウスと改名された。グリマルディはこの劇場との長い協力を1806年に、始めた1806年、グリマルディはフィンチリーのコテージをセカンドハウスとして購入し、劇場シーズンの合間はそこで過ごした。ダブリンのアストリーズ劇場と、トマス・デーブ・ディンとその兄弟。 チャールズの戯曲に出演する契約をした。デイブ・ディン兄弟がこの劇場を借りたが、大掛かりな修繕を必要としていた。その結果、観客数が少なく、工業面での見入りが少なかった。グリマルディは劇場の改修のために給与を寄付した。デイブ・ディンの劇団は、グリマルディと共に近くの黒通り劇場に移り、アストリーの支援で事前音楽会を開催した。 その後2作を上演し、ロンドンに戻った。サドラーズウェルズでのイースターシーズンは、ハーレクイーンと40人の処女で始まり、シーズンいっぱい続いた。グリマルディは、私と私のネッティを歌い、自分にとっても劇場にとっても大成功だった。大きな期待の中で、1806年10月9日、コベントガーデン劇場に登場し、トマス・デーブ・ディンの バレンタインとオルソンではバレンタインを演じた、チャールズ・ファーディの相手役としてオルソンを演じた。オルソンの役は肉体的にも心理的にもグリーマルディの経験を最も必要としていると考え、地方公演でも熱心にその役を演じた。おそらくグリーマルディのパントマイムで最高の演技はトマス・デーブ・ディンのハーレクイーンとマザー・グースあるいは金の卵であり、 1806年12月29日にコベントガーデン劇場で開演された。パントマイムの大半と同様に2役を演じており、この時は裕福だが缶に触り、奇人の女たらし、ビューグルをまず演じ、ハーレクイーンに変わった後は同系を演じた。マザーグースは、ロンドンの監修に、大受けし、2万ポンドという規格外の利益を上げた。2年間で111回公演され、 当時のロンドン演劇界の記録となった。しかしグリマルディはこの演技が自分の経歴の中では最悪のものと考え落ち込んだ。批評家は違った見方をし、このパントマイムの成功をグリマルディの演技による功績とみなした。ヨーロピアンマガジンのある批評家は我々はこの数年間これより魅力的なパントマイムを見ていなかった。機械装置の多様性や 創意い夫を考えるか、ハーレクイーン、クラウン、パンタロンの思いつき、ユーモア、機敏さを見るかであると記していた。ケンブルは、グリマルディが、その芸術の偉大な達人であることを証明したと述べ、一方女優のドロシー・ジョーダンは彼を、天才。いまだ誰も到達していないと呼んだ、ザ・プロダクション・レギュラリー・プレード・ツーパックとオード・イアンスス。ボクシングをする野菜を演じる役者の相手をする。 グリマルディのクラウン1816年コベントガーデン劇場1808年9月コベントガーデンが火事になりマザーグースの舞台装置の多くが破壊された公演はヘイマーケット劇場に移され終演まで続けられたケンブルト・ハリスがコベントガーデンのために資金を集めて回収する一方でグリマルディはマンチェスターやアリバプールで地方公演を行った コベントガーデンは1809年12月に再度オープンされ、マザーグースが復活した。再建のために用した資金を回収するために、ケンブルが入場料を値上げしたので、監修は2ヶ月間以上もこれに激しく抵抗した。経営陣は給料金に戻さざるを得なかった。1809年から1810年にかけて、グリマルデが出演したのは、ドンジュアンのスカラムーシュであり、 また、空中の城では同家を演じた。1810年後半、その義前の支援のための事前公演で、バーミンガムで公演した。翌年、サドラーズウェルズで、チャールズ・デーブ・デンのマントマイム、めちゃくちゃ、あるいはハーレクインプライムで、初めて、ティッピティ・ウィチェットの役を歌った。それは最も人気の出た歌の一つになった。1812年までに、グリマルディは、 役者として成功していたものの、妻が異常な浪費家であり、経理担当は多額の金をくすね、牧歌的な生活様式を維持しようとしたことや息子の JS の私学教育資金など費用がかさんだことで、破産に近い状態だった。財政の歪みのために、できる限り多くの地方公演を受け入れるようになった。同年、チェルトナムに旅し、ドンジュアンの再演で再びスカラムーシュを演じた。 その近くのグロスターのディナーパーティーの席で劇に使われた詩の作者、詩人のバイロン卿とあった。バイロンは有名な同契約に会うことにかしこまっており、このように稀で豊かな才能に恵まれた人と知り合いになるのは大きく限りない満足だと感じていると語った。グリマルディはロンドンに戻り、コベントガーデンのクリスマスパントマイム、ハーレクインと赤い小人、あるいは極めて硬い岩で、 ロナベリアな女王を演じて大成功した。その後、グリマルディはデームを演じることが多くなっていった。サドラーズウェルズは1814年4月にシーズンの幕を開け、グリマルディは数ある中でもカロックあるいは海賊の奴隷に出演した。この年、サドラーズウェルズでロビンソン・クルーソーの主役を演じ、息子の JS が重木フライディとして舞台デビューを果たした。 同年のサドラーズウェルズで上演された他のパントマイムとして話をする鳥の同契約があった。他にサリー劇場とコベントガーデン劇場の公演でも同契約を演じ大変なスケジュールとなった。1814年後半、サドラーズウェルズでドンジュアン再演の主役を演じ息子の JS はスカラムー主役で2回目の舞台に立った。その興行収入は異常なくらい大きく。 グリマルディはその心の中で、息子は自分の後を告げると考えるようになった。この年の終わり近くに二つの挫折があった。病気のために家に数ヶ月間引きこもることになり、12月には友人で被護者かつ元義父だったリチャード・ヒューズが死んだからだった。1815年初期、グリマルディと息子はハーレクイーンとホーチュニオあるいはシンムート・サントンで親子の同契約を演じた。 1815年、グリマルディとトマス・デーブ・ディンの関係に歪みが生じた。サドラーズ・ウェルズの支配人であるデーブ・ディンは、グリマルディが地方公演で数ヶ月間留守にするという要請を断った。デーブ・ディンは芸人の振る舞いを規制するために設けられた機関である、サドラーズ・ウェルズ公正裁判所の主席判事及び財務官として、 グリマルディがその地位で示した寛容な態度が気に入らなかった。グリマルディは1815年に短期間サドラーズ、ウェルズを離れ、北部の地方劇場周りを行った。夏の間にジャック・ボローニャと共に56回の公演を行い、1743ポンドを稼いだ。これはサドラーズ・ウェルズで稼ぐよりもはるかに多かった。デイィンは苦慮しており、グリマルディは 地方公演後に、サドラーズウェルズでの問題を魅力的契約の交渉材料に使った。デイブ・ディンは給与の増額に同意したが、グリマルディのその他の要求には苛立ち、最終的には、同家の役目をあまり知られていなかったシニョール・パウローに渡した。1815年、グリマルディは、コベントガーデンで、ハーレ・クインと多くの姓あるいはベスナル・グリーンの盲目古事記で同家を演じ、続いて、 クリスマスパントマイム、ロビンソン・クルーソー、あるいは大胆な海賊では、フライディを演じた。主役は、チャールズ・ファーリーだった。1818 18年には、スコットランド、マンチェスター、リバプールへ、利益になるが、しかし極限まで疲れさせる旅公演を行った。二度転倒したことから来る痛みが残り、二回目の時は、短期間歩くこともできなかった。グリマルディと妻のメアリーは、 イズリントンのイクスマスマーケット56に転居し、傷から回復した後に息子と旅に出た。イズリントンのイクスマスマーケット56にあるグリマルディの家屋と青の名盤1819年のイースター公演では話をする鳥、あるいはペリゼード・コロンバインが上演され、グリマルディはおそらく最もよく知られた歌、熱いコドリンを披露した。これは監修参観三冠型の歌であり、 炙ったリンゴの売り手が、ロンドンの通りを歩く間に、人に酔っ払ってしまう様子を歌ったものであり。職業に関する歌は1800年代の舞台で、人気が高かった。グリマルディはリンゴ売りの役柄について、ロンドンの通りを歩きながら、実際のもの売りの様子を観察して、そのヒントを求めた。サドラーズウェルズで、シニョール・パウロが成功したにもかかわらず、 劇場の大株主だったリチャード・ヒューズの未亡人、ルーシーはグリマルディが戻ってくるのを絶望した。グリマルディは劇場株の8分の1を買い取り、同家のままであり、週休中にギニーを受け取るという条件に合意した。ルーシーもこの条件に合意し、1818 18年、イースターパントマイム、カラバス公尺あるいは長靴の猫ちゃんでは、グリマルディキャットの役割を演じた。 この公演は第惨次となり、一晩で閉園となった。グリマルディは即興のジョークが監修を憤慨させ、二人の女性が観客席で戦うことになった後、舞台からブーイングで追い出された。監修は、グリマルディの弱々しい演技にも起こっていた。グリマルディは後に、この時がその経歴長楽の始まりだったと感じた。デイブギンはその年にサドラーズ・ウェルズを去った。その運命は、 急速に悪い方に変化していた。債務者監獄でしばらく過ごすことにもなった。グリマルディの劇団経営者としてのデビューも失敗だった。グリマルディの唯一主催したパントマイム、運命あるいはハーレクイーンの神聖なる日では、ジャック・ボローニャ、メアリー、ジェイス、およびボローニャの妻ルイザが全キャストだったが、劇団運営に必要な作業量を過小評価しており、 管理のストレスがすでに急速に弱り始めていた。体力をさらに悪化させた。サドラーズウェルズの株が売却され、グリマルディの持ち分はダニエル・イーガートンに行った。イーガートンはグリマルディを支配下に止めておきたかったが、他の劇場への貸し出しを提案した。グリマルディはこの条件での契約を断り、その代わりに JS と共にアイルランドでの公演いくつかに出演した。 1820年のイースター公演では、ロイヤルオペラハウス、すなわちコベントガーデンで、ハーレクイーンとシンデレラ、あるいは小さなガラスのスリッパに出演した。主役のバロンポンポシーニの妻の役を演じた。ポンポシーニの役はおそらくパントマイムにおける中年女役の走りだった。1820年後半は、グリマルディの健康が悪化し、たびたび神経衰弱、異形連、 息切れ、さらに重いリウマチ性疼痛に襲われた。しかしこれら病気も演技したいという願望を妨げなかった。その年9月にはコベントガーデンでアラディンのカスラックを演じ、続いてクリスマスパントマイムハーレクイーンと修道シベーコンは特に成功を収めた。1821年5月、ウンディーネあるいは水の性公園の後で倒れた。医者は早動だと診断した。 JS が父の代役となり、残りの公演を完了させた。JS は公式の代役として活動しており、ハーレクインとマザーバンチ、あるいは黄色い小人など父の出演契約の多くを満たした。この黄色い小人では、監修のヤジリーに対して脅し暴言を吐いて、スキャンダルを起こした。1820年代初期、グリマルディは短期間回復し、 コバーグ劇場登録週間の契約をした。まず、サルマガンディあるいは、同期の料理尽くしに同契約として出演した。このパントマイムは1週間で終わり、その後には、中国の論争あるいは、ハーレクイーンと本商人が上演された。どちらも成功だったが、グリマルディは2つ目の演目の半ばで病気に倒れた。1822年、グリマルディは、健康が、 主は少ないままチェルトナムに旅し、ハーレクイーンとオグレスあるいは眠れる森の美女で他の俳優が契約したクラウンの役を演じた。グリマルディの健康が急速に悪化していたためにリハーサルは短時間で打ち切られたが、批評家はその公演を称賛した。1823年、健康悪化の結果として舞台から引退した。同系として、 長年肉体を酷使した結果として関節に負荷を与えてきており、しばしば息切れさせる呼吸器疾患にかかっていた。タイムズ並みは1813年にすでに次のように記していた。グリマルディは想像できるすべての動家の中で最も根気強いものであり、人の頭や肌がその野郎としている、荒い酷使に耐えられるとは全くの驚きである。 そこそこの高さから本当に転落し、数え切れないほど蹴られ、ひっきりなしに殴られるのが、いつものことであり、翌日の夜の試練のために、舞夜肉体を回復させることになった公式には、引退したが、1824年までドルーリー・レーンから、以前の給与の半分は受け取っていた。その支給が止まってから間もなく、多くの発想がまずい事業に失敗し、また、 地方の稼ぎの管理を人に任せて欺かれたために、緊急に陥った。体に障害を抱えているにもかかわらず、クリスマスパントマイムでは、カメオ出演を提案した。ボローニャと共に短期間サドラーズウェルズに登場し、パントマイム役者のウィリアム・ペインに演技指導した。ペインは後にペインブラザーズの父になった。リチャード・ブリンズリー・シェリガンの名前元となったリチャード、 グリンズリー・ピークのために働き始めた。ピークは、イングリッシュ・オペラハウスの劇作家だった。グリマルディと息子の JS を、猿の島の配役に雇った。しかしグリマルディの健康が、さらに悪化し、開演前に諦めざるを得なくなり、出演シーンは、カットされた。その経歴の早すぎた終わりと、金の心配、さらに息子の将来の不確かさもあって、次第に塞ぎ込むようになった。 その状態を軽くするためにしばしばジョークの種にした。私は夜にあなたを笑わせるが、日中はいつも微笑んでいるというようなものだった。1828年、グリマルディのために2回のさよなら事前公演が行われた。最初のサドラーズウェルズ公演では、トマス・デーブディンのベロドラマ、シックスたちあるいはあくまでドイツ兵で飲んだクレ水兵のホックを演じた。 監修は2000人が集まった。長時間経っていることもできなかったが、JS とデュエットを歌い、最後はマザーグースの場面で締めた。最後のさよなら公演は1828年6月27日にドルーリーレーンで行われた。1828年から1836年、グリマルディは事前公演に頼り、失われた収入を補っていた。グリマルディの墓、 ベントンビルのセントジェームズ教会墓地1820年代初期にグリマルディと息子の関係がねじれるようになった。父の演技を真似して経歴を積んできた JAS は同家として好意的な評価を受けたが、その成功も常に父の影に隠れた形になっていた。次第に父に不満を持ち、公衆の面前では父との交流を避けるようになった。アルコール依存となり、 そのうち頼りにならなくなっていった。1823年、両親と疎遠になり、その後の4年間では、たまにしか会うこともなくなり、両親を避ける方向に進み始めた。手紙を通じてのみ対話があり、グリマルディはしばしば金の無心の手紙を送っていた。JS は、私は今困難な状況にあるが、私が1シリングを持っていれば、あなたに半分を渡そうと書いたことがあった。しかし、 父に金を送った記録は残っていない。JS は1827年にやっと家に戻った。グリマルディがある夜に目覚めると息子が通りに立っており、熱があり、痩せこけ、みすぼらしい体をしていた。JS は何度かクリスマスパントマイムや事前工業に出演した後で失業し、しばらくは債務者刑務所に収監された。アルコール依存症も進んでいた。1832年。 グリマルディと妻及び息子は、ウーリッジに移転したが、JS は家に売春婦を連れ帰ったり、飲み仲間と家の中で喧嘩したりして、両親の世話を悪用することが多かった。その年後半には家を出て行き、1832年12月11日に、寄宿先で死んだ。30歳だった。グリマルディはほとんど歩行が不自由になり、メアリーは JS が死ぬ前に発作を起こす日もあり、二人は、 真珠の約束をした。一緒に毒を煽ったが、その結果は、胃痛が続いただけだった。その失敗に等枠して、真珠の考えを捨てた。1834年、メアリーが亡くなり、グリーマルディは、イズリントンのサザンプトン通り33に引っ越し、そこで最後の数年間を一人で、塞ぎ込んだアルコール依存者として過ごすことになった。1837年5月31日、 グリマルディは胸を締め付けられる痛みを訴えたが、土地の宿屋であるマーキス・コーン・ウォリスに入れるだけ回復し、そこで仲間のパトロンを艦隊して愉快な夜を過ごし、飲みすぎることになった。その夜家に戻り、翌朝家政府にベッドで死んでいるのを発見された。検視官は神の訪問によって死んだと記録した。1837年6月5日、グリマルディはペントンビルの セントジェームズ教会墓地に埋葬された。その保書と周辺は、後にジョセフ・グリマルディ公園と名付けられた。グリマルディの美貌録、チャールズ・ディケンズが編集グリマルディの死後、出版社のリチャード・ベントレーが、チャールズ・ディケンズを呼び、トマス・イーガートン・ウィルクスが不器用に書いた、グリマルディの伝記を書き直すよう求めた。その伝記は、本人のメモに基づいていた。ディケンズは、 子供時代の1820年にロチスターのスター劇場でグリマルディの演技を見ていた。ディケンズが驚いたことにジョセフ・グリマルディの美貌録は売れ行きが良かった。グリマルディは当時のイギリスでも最も人気のあるエンタテナーに容易になった。その名声は主にパントマイムにおける動機を多く演じて成功したことで確立された。その動機は 当時のイギリスでの生活の多くの面を風刺し、流行における愚かさを茶化した。グリマルディはすぐに、ロンドンでは、最も有名な道家になり、次第に、道家の性格をヘマをする田舎っぺからハーレクインで、最も重要な配役に変え、さらにはハーレクインをもしのいだ。道家の役割を、ライバルの求婚者から、家庭の料理人や、小りまで、 幅広い喜劇的役作りを含むように拡大した。グリマルディの人気は夜の娯楽のバランスを変化させたので、はじめに比較的真面目なパントマイムの一部がすぐにハーレクインものの囲役に変身していく役柄を決定づける序文を超えたものに落ちていった。ハーレクインのでは圧倒的な存在だったので、後の同家は上位と呼ばれ、この言葉がその名キャップとともに、 他のタイプの道家にも普及していくようになった。ベントレーの雑録に寄稿した、ある者が1846年に彼を見たことがなかった者には言葉を並べても無意味である。見たことのある者には彼に感謝するにも褒め言葉が出てこない。それゆえに頭を振って、ああ、グリマルディを見るべきだったということになる。と記していた。イギリスの劇作家、ジェームズ・プランシェは、 グリマルディの死で一つのジャンルが終わりになることを心配し、パントマイムの最良の日が逃げていく。グリマルディ、バーンズ、ボローニャが死んだ。と記した。ビクトリアアルバート博物館と俳優のサイモン・キャロウはどちらも他の同家はグリマルディの名声レベルに達していないと結論付けている。1955年にグリマルディの伝記を表したリチャード・ファインドレーターは、 ここに同家の上位がいる。その名前を踏襲した1万人の上位の初めのものだ。ここにイギリスの笑いの天才がおり、彼が君臨したサドラーズウェルズとコベントガーデンの舞台の華麗な休日を飾った。その人生で、概してイギリスの演劇界では、最も面白く、最も愛された男だと言われているとコメントした。後の電気作者アンドリュー・マコーネル・ストットは、上位は、 喜劇の役柄として最初の偉大な実験であり、道家の協調するところをトリックやヘマから性格づけ、風刺及び全的な人格にまで転換することで、そのユーモアがまず始まり強い一体感から、最前面に立つ後の喜劇役者すべての精神的父として自ら確立した。と記した。今日でもハックニー・ロンドン特別区にあるホリー・トリニティ協会で、 毎年2月の第1日曜日にグリマルディの記念行事が開催され、その記憶が止められている。この行事は1940年代から開催されており、世界中の同家役者数百人が同家の衣装に身を包んで出席している。ありがとうございます。